レイヤーポイント4000ポイント超え、この人なんかほぼ初めてに近く、もう前見たのが覚えてないぐらい、4000はすげえな。よし、飛び、あー最高、よし、波動拳、昇竜拳、真空波動拳、中段ミス、中断しようと思ったらジャンプ中パンチに負けだ。あいかん、昇竜拳、最後は割り込んだ。竜は剣と違ってむやみに出しまくれないからな。その扇風拳、昇竜拳、めくり、くらい投げ、下段が間に合わない。よし、波動拳、波動拳、波動拳、爪を折りたい、昇竜拳、最後は削る。なんとか勝てたけど、なんか微妙なバルログだった。おっと、鎌太郎さん、これあれだ、前のエヴァ好きのフレンドだよ。なんだろう、なんで鎌太郎なんだろう。エヴァ絡みじゃなくなったな、完全に。多分、うわあ、アッパー、グランドダッシュストレートに牽制をかけておきたい。それ、おわ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 、うまい、やばい、つかめんかった。こっちも前入り中キック連打したのにな。あわよくばつかめると思ったのに。おわ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 、追い込まれている。これは厳しい。暴れてる。うっ、グランドダッシュアッパー。昇竜拳、歩いて昇竜拳、歩いて昇竜拳、ナイス。ジカジさん、ナイス、歩いて昇竜拳。さあファイナルラウンド、昇竜拳、頭突き、タンパチ、タンパチ、おわストレート、くらい投げ、歩き昇竜が見ない、おわおわ、あともう一息、もう一息、しかしクレイジーバッファローをやられた。一番気をつけないといけないのに。そして対空ターンパンチ、はい、僕、またまたルイチ君だ。ダブルニー、ダブルニー、ファイヤ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 ー、ニー。この間やる時は結構ハメ気味だったけど、今回はどうだ。ダブルニー、ファイヤー、ニー、セグナッション、ファイヤー、アパカ、アパカ、ファイヤー、ファイヤー、ニー、ファイヤー、ジェノサイド、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ズキ投げ、あっと来たか、あ、来た、タイガーポカ、はい、それはちょっと打点高い。まあ1回目と2回目の高かったけどな、さすがに連続で来るとは思うかな。セクショー、オポカ投げ高い、嘘、投げ返せんかった。セクショー、オポカ投げ返せんかった。これはやばい、これは、ああ、どっちにしても2プレスナイトメアで終了って感じだったかな。さあファイナルラウンド、はめ返したい、はめ返したい、はめ返したい、はめ返せない、逆に投げられた、暴れたけど投げられた、トッポか、露骨なハメ、やべえ、アポか、あー怖い、やばい、
ハメーハメーというか最後は投げ、危なかった、投げ返されるかと思った。おっと、鎌太郎さんとの初戦、ダルシム対ザンギ、うわなんだこのザンギフ、なんか水みたいなザンギフや。ヨガフレがしかし露骨な待ちはしたくないので攻める、逃げる、ドリルドリルドリル、チューインフェルノ。そのザンギフ相手だからといって露骨な待ちをするのは粋ではないと俺は思っている。しかもフレンドだしね。おっと危ない、今のは中盤で連打した。そんな無粋なことはしたくないぜ。じゃあかしスクリュー、いてー逃げる、あ意味なかった、やばい、インフェルノドリルドリル、何なんつー大きな平手打ちの使い方。さあファイナルラウンド、それでもドリルで攻める、ドリルドリルヨガブラス、今のは読んでいた。チューチューインフェルノー、決まらず、ヨガブラス危ねえ、ドリルとにかく攻める、何危ねえ、ドリル開いた、やばい、あラッキー、今のはラッキー、ファイナルアトミック来てたら死んでた、危ねえ。最後はヨガフレイムでなんとか心象ながらも勝利。